キンプリヒラの仕様、5人の関係は知りません。冠番組最終回で送ったメッセージとは、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・アンドスの冠番組、キング・アンドスル。日本テレビ系2時間 SP が5月20日に放送された。 この日は初めてのゴールデンスペシャルかつ番組の最終回。平野志洋、神宮寺勇太、た、岸勇太の3人は5月22日をもってグループから脱退するとあって、後半では金プリの夢を叶える最後の5人旅、として1泊2日での新潟県への5人旅をオンエアした。大自然のサウナや水上相撲。 レア食材を使ったオリジナルピザ作りなどを経験した旅となり、最後にはキング・アンドプスだけで花火大会を行うことに。実はロケの2週間前、平野と神宮寺が花火会社を訪れ、上空で300メートル広がる巨大花火と王冠、ル、の形を描いた花火をそれぞれ仕込んでいたのだ。 さらに、花火大会の前にメンバーカラーの花火玉にそれぞれ直筆で思いを綴った5人。綺麗な五色になりますようにと書いた神宮寺はこれはもうシンプルに綺麗な五色になってほしいっていうのと色あせないなと思って、ずっと。それを夜空に見て記憶に残したい、と意図を明かした。また、平野のメッセージは5人の関係は花火のよう散りません。 どんなにすごい花火でも一瞬で終わるけど思い出せるよね、ってと説明し高橋山はみんなで最高な人生に、すると記していた。そんな中、流瀬角のメッセージは、忘れな。メンバーから、はと困惑の声が上がる。中流瀬はいろんな意味を込めすぎて、この光景を忘れたくないから、忘れない、って書こうと思ったんだけど、ちょっと照れがあるというか、 撫で止めるおしゃれですと主張。一方、騎士は長瀬の謎メッセージを上回る、とどろき。神宮寺、平野、高橋からは、そういうの、ボケ、いらないって、と苦笑いされていたが騎士は聞いて、とにかく皆さんにとどろいてほしい。驚くどころじゃない、とどろいてほしい。そしてとどろきたい。驚くを超えてとどろきたい、と必死にアピールした。 そして花火大会本番になり、平野と神宮寺が作った大玉の花火は無事花開き、王冠とるの花火は角度によってはきちんと形が見えた。最後にはメンバーカラーの花火も打ち上げられ、高橋はこれ見れて生きててよかったと感動。岸も正直涙がちょちょぎれそうになったと明かしつつ命かけて一生忘れない。 墓場まで持って帰ります。と独特のワードチョイスで心情を語ったのだった。この日の放送にネット上のファンからは、ファンも一生忘れない。彼らがずっと仲良しでいられますように、キンプリとティアラの関係もそう簡単に花火のように散りません。今まで本当にありがとう。など、感動の声が寄せられていた。